史上初ティーンズラブ漫画かけるカードゲーム。こんなシチュエーションならあなたはどのセリフを選びますか？恥ずかしがらずに言ってごらん。決めごま。このゲームは漫画のキャラクターになりきってお題のシチュエーションに一番合うセリフを言って盛り上げた人が勝者となるゲームです。3つの異なるシチュエーションが書かれたシチュエーションカードと漫画のワンシーンが描かれた決めごまカードを使用します。まず全員に決めごまカードを配ります。次にシチュエーションカードを裏向きにして山札を作りましょう。山札から一番上のカードをめくり隣に置きます。山札の一番上のカードの番号と同じ番号のシチュエーションがセリフを言うお題です。各プレイヤーは手札の決めごまカードからシチュエーションに合うカードを1枚選びます。そしてキャラクターになりきってセリフを言います。恥ずかしがらずに気持ちを込めて言うことが大事ですよ。プレイヤー全員が決めごまカードを出し終わったらシチュエーションに一番合っていたと思うプレイヤーに自分が出した決めごまカードを渡します。この流れを3回繰り返し他のプレイヤーから渡された決めごまカードの枚数が一番多いプレイヤーが勝者です。引き分けの場合は延長戦として引き分けのプレイヤーのみでゲームを行いシチュエーションに一番合っていたと思うプレイヤーをせーので指を指し勝者を決めましょう。公式ホームページでは収録作品の紹介やオンラインプレイなどの別の遊び方も紹介しています。ぜひチェックしてみてください。水星社。